牛窓港は岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓にある地方港湾。港湾管理者は岡山県高速法の適用港である。統計法に基づく港湾調査規則では、おし港湾に分類されている。岡山県東部の瀬戸内市の南端、旧牛窓町に位置し、瀬戸内海に面している。西側には、かしのぶ港が隣接していたが、 地方公安統合によりあたり港に統合され、現在は東側の旧牛土港が牛窓地区、西側の旧鹿岸の港が河岸信地区となっている。牛窓港は空子の瀬戸とも呼ばれ、古くから瀬戸内の要港として知られた。江戸時代には岡山藩により異国船園建所や公道路などが整備され、朝鮮通信使や参勤交代の一行が寄港した。 明治時代には岡山県下の主要港として発展したが、鉄道の開通により、沿線から離れた牛窓港の地位は徐々に低下、東港への軽便鉄道の敷設もたびたび計画されたが実現しなかった。その後、昭和初期には埋め立てによって、土地開発が行われ水産試験場、専売局倉庫などが設置され、戦後の高度成長期には県営桟橋。 この揚げ場の新設など、港湾施設の近代化が図られたが、港湾利用の減少は続き、現在は離島への交通拠点としての機能のほか、漁業による利用、マリンレジャーによる利用が主となっている。貸しのぶ港は、江戸時代の天保年間に行われた干拓により、塩浜として使用され、生産した塩の積み出し港となっていたが、工業化により生援は行われなくなり、 現在は塩田に海水を引き込んでいた水路跡が船だまりとして利用されている。2015年度の発着数は46隻である。港一帯は2018年3月24日に港オアシスの登録をしていて、瀬戸内市観光センター、瀬戸内キラリ館を代表施設とする港オアシス島窓として観光拠点ともなっている。 前島フェリーが毎姉前のフェリー航路を運航している。なお、前島の港湾も東港の港湾区域に含まれている。前島フェリー、牛島不頭。ありがとうございます。